ラジオネームトゥーパップさんからランチタイムメールいただきました。仕事で桐生に来ています。こちらのセブンイレブンで見たことがない焼きそばが売っていました。焼きそばオタクの私は即ゲット。お店でチンしてもらって車の中で食べましたよ。この焼きそばの麺、ちゃんとおこげがあって香ばしいのです。長年使い込んだ屋台の鉄板で焼いたような本当の焼きそばなんです。ホームページにも載っていない珍しい焼きそばなので、お店にもね、戻って店員さんに聞くと桐生だけでテスト販売していたそうなんですね。名前は小橋炒め麺のソース焼きそばです。テスト販売みたいなので食べてみたい人は桐生のセブンイレブンへゴー。あーちゃん、リスナーの皆さん、うまいランチをしっかり食べて今日も一緒に頑張りましょうというねメールいただきました。トゥーパンプさん、本当に欠かさず1年間ね、あのランチタイムメールありがとうございました。リスナーの皆さんもね、このメールを聞いて実際に食べたよって方が本当たくさんいらっしゃったのでね、また来年も素敵なねランチタイムメールお待ちしております。良いお年をお迎えください。メリークリスマス。